たか。さあ、早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか？それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。ドクター、無論すでに決めてきたのだろう。おお、それは？お、見事だ。素晴らしい。正直なところ、私も半信半疑だったがな。これでもあとは。会長、その件は。おお、そうだったな。ああ、朝食にしようではないか。ドクター、遠慮せず食べたまえ。私も食うぞ。今朝のラッテは格別なうまさだ。ドクター。後ほど書斎へおいでくださいませんか。ご説明申し上げたいことがあります。お待ちしてました。
そう慌てずとも質問にはお答えします。芝居？いいえ、違います。あなたは決して道化師などという役ではありません。むしろそれを操るべきもの。違います。困りましたね。それでは、せっかく出たお話なので、その例えで説明しましょう。一つの人形芝居があったとします。脚本がすでに用意されているとして、人形はメイドたち、そしてその操演者はあなた。そんな風に割り振れば納得いただけますか？そうでしょうか。今日あなたがあのメイドを選んだのは我々の鑑賞の結果ですか？あなたは 100% ご自分のご意思でお選びになった。違いますか？そのコンセンサスが得られればいいのです。私はただシナリオを見つけ出しただけのものです。あなたが忠実にそのシナリオを演じてくださるなら、それが我々にとってベストな結果となるでしょう。しかし舞台というものは始まってしまったら最後、すべてを役者に任せるしかないものです。そのシナリオを貫通するか否かは役者の意思に委ねられるのです。そうです。人の生きる運命にシナリオはありますか？たとえあったとしても誰にもそれを知ることはかなわないでしょう。そんなつもりはありません。いいえ、知ることはできませんが、見ることは可能です。先ほどの話の中で、実はほとんど申し上げてしまったのですが、闇雲に知ることは道を誤らせます。真実はすでにお話ししています。あなたがそれを理解できる段階まで進んでいないだけです。ご心配なく、いずれわかることになりますし、その時は私もご協力いたします。ですが、選ぶのはあなたです。そのことをどうかお忘れなきよう。